はい、どうもー、こんばんはー、というか、こんにちは、ですかねー。はーい、始まりますよー。始まりましたー。ね今日は80回目の放送。キリがいい。80。もう80回も喋っております。1年ちょっと、えー。去年のね、3月か4月ぐらいですね。確か1回目始めたのはね。えー、そこから考えると、もう1年3ヶ月ぐらい。 5ヶ月ぐらい。どっちだもう計算ができない。ねえ、よくもまあ、続いてますわ。自分でもびっくりです。もうなんかでもね、あのー、僕としてもですね、ちょっと楽しくなってきてる。ちょっと楽しくなって,て、もう最初から楽しかったんだけど、なんか、ちょっと喋らないと、何ストレスがたまるというか、うん。そんな状況になってきております。 ね、だから7月はちょっと放送2回しかなかったんですけどねえー、まあちょっとああラジオやる撮りたいなラジオ撮りたいなたいな,なんていう風に思った時期だったんですがねこれからはまたねちゃんと1週間おきぐらい1週間おきじゃねえ1週間に1回ぐらいのペースで進めていけたらなと疲れなければねもう疲れちゃったっつったらまたちょっと長期の休暇あるかもしれませんがですねえー、まあなるべく 力の続く限り喋、えー、らせていただこうかなと。ねもうこうなってきたらもう100回目も近いですね。100回目。いつぐらいになるのかな百回目。このペースで行ったらまあ9月の半ばいや、9月の半ばってことはないな。10月か。1月、1一月ぐらいには100回目を迎えられるんじゃないかなと。まあ、その時はね、また盛大に何かね、やれたらと思っておりますが、えー、そんな中ですね、 僕あのー、髪の毛切りましたまたまた短くバサッともうねショックです何がショックって別に髪を切ったことがショックとか言うんじゃないんですけどねあのー、長いとなかなか気づかなかったんですけど、うん、白髪が増えましてねちょっと短くするともうサイドはもう真っ白です 染めなきゃいけないかなと思うけど、染めるのもね、またこう、サイドとかってさ、すぐ生えてくるじゃないですか。すぐ生えるっていうのかな。なんか、染めてもその下からまたすぐ白いのが伸びてくるから、もうなんかいたちごっこみたいになっちゃって、めんどくせえってなるんですよね。だからちょっとしばらくは、もうある程度の長さ行くまではね、この白いまま過ごさせてもらおうかなと思うんですがね。 まあ多分その今だからこういう感じこんな感じのヘアスタイルになってるわけでございますがね、えー、まあまあもう白いんですよもうだからもうしょうがないから白いワックスを買ってきてね黒く染めるより白くしちゃ全体的に白くしちゃった方がいいかななんて思ってねまあその髪の毛切ったというのもですねまあ免許証の書き換えがありまして今年ね えー、まあもうね、だから、えー、昨日、昨日免許書の書き換えに行ったわけでございますが、まあその書き換えするんだったら、どうせだったら、こうね、小綺麗にして、ね、写真撮ってもらった方が何しろね、もう何年間もその写真使わなきゃいけないわけだからね。何年間もって言うとほら、僕ね、ずっとゴールド免許だったんですけどね、えー、この度、ゴールド免許、剥奪されてしまいまして、普通の免許書に戻りました。 残念非常に残念いやゴールドの時ってやっぱねいろいろ楽だったよね。楽だったっていうかまず書き換えになかなかいかなくていいんだもんね。まあそれでずっとああこれもうそんなしょっちゅう行かなくて楽だななんて思ってたらいよいよゴールド剥奪されてこれなぜ剥奪されたかと言いますとですね もうあんまりこういう公共の電波を使って大きい声で言うのは恥ずかしいんですがちょっとスピード違反で捕まってしまいましてですね29キロオーバーだいぶオーバーです罰金1万8000円いやその罰金はいいんですけどね減、えー、点3点 減点もまあいいんですけどね。まだゴールドじゃなくなったってことがもう結構ショックなわけですよ。しかもね、そのね、高速道路で、まあ、スピード違反で捕まったんですけど、なんか高速道路って、まあ、高速っていうぐらいだから高速になるじゃないですか。ちょっとスピード出るじゃないですか。ところがね、そこね、ちょっとね、60キロ規制の道路だったんですね。そこで29キロオーバー、そう、89キロ。 89キロなんてアクセルちょっと踏んだら出ちゃうんだけどでもねまあ本当その制限速度を見てなかった僕がいけないんですけどねいや高速道路で60キロ規制ってどういうことみたいなねこうトンネルだったんですよトンネルをね抜けた見えないところにパトカーが止まっておりまして 気づいた時にはもう時すでに遅し、ね、すぐ後ろに追尾されてで「えー、止まってください止まってください」なんて言われてちょっとこう路側帯みたいなとこに止めてねお話しさせてもらったら、えー、29キロオーバーになっておりますんでちょっと切符を切らしてくださいって言われてねまあ違反したのは僕なんでねしょうがないですからあわかりましたっつってで免許証を渡したら「あれ お客さんゴールドですねって言われて、あ、お客さんっていうか、まあ、その、ゴールドですねって言われて、あ、そう、そうなんですけども、ちょっと、つって。ああ、だったら、あの、もしかしたら、その、ゴールドでこの1回の違反だったらって言われたんですけどね、もう、即さ、すぐさま、1回じゃないんです。この前、車線変更、間違えて、捕まったんです。だから、まあ、結局、あの、2回捕まってるってことだね。 ダメだね、うん。その車線変更もね、道間違えちゃって、あ、こっち行かなきゃいけなかったのに曲がる車線にいるっつって、すぐ車線変更したら、その時またおまりさんいたんですよ。で、捕まってね、えー。その時はまあまあゴールドだから、この1回だったら、あの、大丈夫かもしれませんみたいなこと言われたんですけど、2回はダメだね。もう、もう剥奪です。残念。しょうがない。またゴールドを目指して安全運転に心がけます。安全運転を心がけます。 ね、また次ゴールドになった時にはみんなでお祝いしてください。ということでねまあそんなこともありつつですね早くもですねこれちょっと気が早いのかもしれませんが、えー、来年6月か7月ぐらいに、えー、上演しようと思っております「チーム紅葉プレゼンツ Vol.11、ね」タイトルも何も決まってないですけどなんとなく構想があこんな物語を書きたいなっていうのがですねもう僕の頭の中にぼんやり。 こう出てきましたんでねそれを今度煮詰めていこうかなちゃんとこれストーリーとして成立するのか、えー、ちゃんとエンターテインメントとして見せるものになれるのかどういう風にしていったらそういうね皆さんを喜ばせる作品になるのかということをですね、えー、ぼちぼちと考え始めてきたとで出演者の方もですね、えー、だったらこの人出てもらいたいなこの人出てもらいたいなという、まあ、いつものレギュラー出演者の他にですね、えー、いくつか え、声をかけてみようかなと。そしてね、今回はね、珍しく、女性キャストにも声かけてみようかななんてうっすら思ったりしてるわけでございますよ。もうさすがにね、男だけで物語を進めていくのっていうのもね、限界があるのでね、まあ、たまには、 女性が出てもいいんじゃないかなって。僕の作品で一回だけだね。父チチ行くという作品ね。それに一回あの木本優子さんという女優さんにね、出ていただいたんですけど、それ以外は基本的に女の人は出ないという、えー、形で脚本作りをさせてもらってたんですけどね。もうちょっとまあたまには女性が出てもいいのかななんていうふうに、えー、思うようにもなってきてね。まあ出てくれる人がいればですけどね。 えー、もう何人かちょっと当たってみようかななんて思ってる次第でございますよねもう11回も11本も台本書いてんだね、えー、どもうちょっとねなんというかこう素敵な作品になっててもうちょっと話題になっていただけたらいいななんて思いながら じゃあそのためにはどういうふうに書いたらいいんだろうとかいうことも考えながらね、えー、台本を、えー、まあそうだな、9月、10月、10月半ばぐらいから書き始めるのかな、なんていうふうに思っております。というところでね、話を進めているんですがね、先日、あのー、高橋千人と電話でしゃべりまして、今年は8月24日、どうするみたいな話になったんですけどね。 えー、実は私が仕事が入ってしまっておりましてしかもバッチリ夜の時間帯、ね、夕方4時ぐらいからね しっかり10時半過ぎぐらいまで仕事が入っているんでちょっと24日はもう仕事入っちゃっててきついなーなんていう話をして23と25は空いてんだけどねーって言ったんだけどまあそのまま「あそっか24日無理かじゃあしょうがないね」っていうことで話がねそこでまあ終わってしまったわけでございますがねえまあでもなんかもしかしたらまあでもちょっとね彼もドラマの撮影とかがあるみたいで忙しいみたいなんで。 あれなんですけどね僕もその今から「えじゃあ24日どうする?」っていう今そっちまで頭が回らない状況になっていたりとかしますんでねうんでねあの他のメンバーともね、えー、ちょっと LINE でやり取りしましてですね僕がちょっと8月の末に東京に行くことになったから仕事でね、えー、もし時間合うようだったら、えー、酒でも飲みながらもろもろ 話さないもろもろって何だろうかわかんないけど、ちょっと、ま、酒でも飲まないなんていう。で、連絡をしてたんですけど、ほら、何しろ、緊急事態宣言が延長になっちゃって、ね。まあ、大阪も4回目の緊急事態宣言ということになってしまったわけでございますが、これね、もう、どうしようもないね。さすがにね、僕らもそういうふうに、 そういうううい要請が出てししまったらもう従うしかないのかなーなんて思うんですがあのーねもうだからそのせっかくしてる約束もいや緊急事態宣言下の中だったら厳しいねなんていう話をしててまあ会えるかどうかまあそれでもまあちょっと会おうかってことになったら会うんだろうけどまあお酒も飲めない状態だし。 ね、お店もやってなかったら、じゃあどこで会うんだってことになってしまうんでね。なおかつ、こう、今回のやつ、その要請を僕もちょっと細かく読んでみたら、なんか、人の家に行って飲むのもやめてください。なるべく。とかね。ホームパーティーとか絶対ダメです。みたいな。絶対とは書いてないけど、なるべく控えてください。みたいなこと。書いてあったんでね。それもちょっとじゃあ胸張って会いに行くよとかっていうことも言えない状況になってしまいましてね。 なかなかまあ今回は会えないのかなというふうな思いもちょっとありつつなんですがね。もうじゃあもう夏休みどうやって過ごせばいいんだって子供がかわいそうだよね。部活もね、夏のなんか夏休みずっと部活でなんか合宿みたいなこともあるみたいなことを言ってたけどそれも中止になりね、だいたい部活もなるべく控えてください。部活動をやらないでください。 言われてもね、テレビつけたらオリンピックやってるわけじゃないですかああこれはいいんだって子供がボソッと言ったりとかするともうちょっとねかわいそうでしょうがないけどまあ一応ねそういうふうに言ってるんだからそこはちゃんとね守るようにしようという話をね、まあ、家族でもしたりするんですけれども、まあ、早く収まってほしいな。 うん、なんかね去年の今頃なんかとかだともう来年になれば絶対大丈夫だろうとか言ってねみんなちょっとこう希望を持ってたような気がするんですがさすがにここまで続いてそしてまたなんか対策もなんかうまくいってない緊急事態宣言出してもまあねそのなかなかその要請にきっちり従うっていう人も少なく なってる中、ね、そういつになったら収束するのかななんて思う日々を過ごしてるんですがねもう本当にもう願うしかないね早く収まってってまあねほぼ全員ほとんどの人がねワクチンとか行き渡って打ってくれたらまた状況も変わってくるんでしょうがなかなかねそれも スピードも思うようにいってないみたいなんでね。もうこれは待つしかないのかななんていうふうに思っておりますが。ちょっとね、いくつか、あの、おテーマと関係ないメールが来てますんでね。そちらの方を読ませていただこうかなと思います。えー、これね、ラジオネーム。ラジオネームでいいのかな江口春さん。ね。紅葉くん、はじめまして。あ、はじめまして。 いつも楽しく聞かせてもらっていますが初めておメールしますあありがとうございます私は都内通勤なので朝と帰りの2時間とお昼休みにいつもチーム声を聞いてますあありがとうございます通勤時は音声のみを聞いて昼休みや去年の夏と年末とマー君の動画を見ていることが多いですはは <laughs> 準、えー、レギュラーの和也くんなんですが、もっとお二人のわちゃわちゃを聞きたいので、出演依頼をお願いしたくメールしてしまいました。あ、出演していただきたいということなんですね。えー、お二方が忙しくて、スケジュール合わせが大変なことも重々承知していますが、声だけのラジオ出演だけでもお願いしたいです。うん 実は和也くんって画像で出てくれる時より声だけのみの時の方が素に近いのではありませんかすごくリラックスしててよく笑ってなんかウイスキーかなんかお酒ついでる音も聞こえたりして微笑ほほましいです。そして紅葉くん自身が何よりも他のゲストの方とお話しされてる時よりも楽しそうに感じます。まあそうですね気心知れてますからね。 はい、LINE 電話なら東京と大阪と離れていてもできるのではと無理言ってすみません。うん、なるほど でも、紅葉くんと和也君くんの5月、6月、7月にやったラジオ、あれは何十回と聞いてますが、何回聞いても笑いっぱなしです。マスクしてるから吹き出してしまっても気づかれないので、会社に行くのは乗り気やしませんが、これを聞きたいがために外出するという感じです。<laughs> <laughs> そう、あれが嬉しいな、えー。なかなか収束しないコロナで思ったように生活できない中、通勤が楽しみになったのも紅葉くんと和也君くんのおかげです。こういう人は私だけではないと思います。これからも楽しみにしています。 今年の夏も配信してくれるのかなと、ひそかに楽しみにしています。初メールで長々と失礼しました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ということでね。まあ、そうですか。高橋和也1000人にね、出演。そうですね。準レギュラーっていう割には、出演回数少ないかななんて思ったりとかするけど、なかなかね、頼みづらいじゃないですか。また出てよっていうのもね。ねこっちからなかなか声かけづらいっていうのもあるんでね。まあ、ねまあ、ちょっとなんか、 ある時には声をかけさせていただこうかなと思いますがね。うん。それともう一個全然違うメールこれちょっと誰だったかな。名前名前がちょっと待ってね名前名前あれどこ行った？名前書いてあったはずだでこれっとちょっと待ってくださいね。ええ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 。 あラジオネーム、サンクスさんかなはいはいはい、そうですね。サンクスさん。サンクスさんでいいのかなサンクスさん。うん。はい、えーっと、こロさん、こんにちは、こんばんは。おメール読んでいただいてありがとうございました。曲は違っていましたが、<laughs> 口ずさんでいただいた曲は、ああ、夏休みですね。<laughs> 前回の放送のチューブの歌の時かな。ね。 だから私ノリノリで歌ってたけどどうも曲が違った歌を歌ってたみたいでね、えー、すいませんでした、えー、だいぶ遅れましたが「みその座」20日公演の昼の部へ行かせていただきましたありがとうございます私の中でだいぶ偶然が重なったお話最初は名古屋だし全く諦めていましたが19日大阪へ行く予定ができましたんこれはという公演日を確認すると21日まで間に合うチケットをまだ買えるのだろうか とその前に今回は細川隆特別公演小さな頃から父親がよく歌っていた過去父は他界していますその影響で私も望郷ジョンガラが大好きあ,あいいねそしてお弟子さんの竜星君も出演昨年これまたたまたま夜中に母親が聞いたラジオでビビッと来たそうな竜星君の歌には津軽三味線青森の地名がたくさん と、青森にまつわることが多く、とても親近感が湧き、その日から流星君のファンに、ほうほうはい、故郷は青森な親子なもので、ああ、そうなんですね。そして、紅葉さんのラジオもとてもお気に入り、話が面白く楽しいからと、毎回一緒に聞いています。あまり外に出たがらない母ですが、紅葉さんに会ってみたかったようで、ドリフターズは見に行くと、一緒に感激させていただきました。あ、はあ、ありがとうございますえ。初の名古屋遠征になる母に、一か八か聞いてみた。 コヨさんが、かっポイント1。細川隆の特別公演に出演で、流星君も、これ、ポイント2。出演するよ。えー、2部は、歌のショーもあるみたい。かっポイント3、ね。母の中では、行きたい気持ちの方が強そう。うん。多少コロナの心配はあったが、ワクチンも打ち終わったしと、えー。こんな私の中での偶然が偶然を読んだお話。このタイミングで、たくさんの偶然、ここまで来ると必然的に、今回も母と二人で、みその座へお邪魔する運びとなりました。ありがとうございました。 えー、一部の誕生物語もとてもほっこりする物語で笑いと感動がありました。はい。私ね、もう何度も言っておりますが、細川隆さんの兄貴の役をやらせていただいてね、舞台上でですね、隆と呼び捨てするシーンがあってね、えー、本人の、ご本人の前でもですね、おい、隆って言ってしまったことがありまして、まあ、細川さんはニコニコ笑ってらっしゃいましたが、言った自分はヒヤヒヤもんっていうね、そんなこともあったりとかしましたが、えー、二部もとても素敵なファミリーショー。やっぱり生の舞台、生の舞台、 今の音楽は格別な感動がありますね。そう思います。僕も。えー、本当に行って良かったです。あ、お土産のエコバッグもありがとうございました。あ、ね、チーム紅葉オリジナルエコバッグ。ね、これをね、えー、お渡しさせていただきましたが、えー。長々と本当に長文失礼しました。最後まで読んでくださりありがとうございます。紅葉さん届きますように。これからも母と共に応援させていただきます。楽しい企画も楽しみにしています。まだまだ暑さが続くので、体調を崩さないように気をつけてください。 ととといいううことでねねありがとうございます、ね、やっぱりねそう僕らもですねお芝居こう足を運んででくくれるとねめちゃくちゃゃ嬉しいですましてやこの時期余計にあ大変な思いして来てくれたんだな頑張らなきゃなっていうねそういう思いにさせてくれます、ね。ということでですね、えー、いよいよテーマの方に入っていこうと思います。<music> ームジオということでですね本日のテーマはですね夏休みの、えー、自由研究私の自自由由研研究究私、ね、大人になって考えるといろんなことが思いつくんじゃないかななんて思ったりとかしてね今回はねあのメール結構少ないんじゃないかななんて思ったんですけど結構来てました。いやこんなに来たのっていうぐらいちょっと嬉しかったちょっとうるうるした。 うるっとねねししましたけど私、ね、いろいろそれでまあやりたいことをいろいろあった子供の時はねあのー、なんかこうアリの巣みたいのを作ってさそのキットが売っててねえそのアリの巣のずっと研究したもう見るのが楽しくてさ見たこと書くのを忘れちゃってもう夏休み終わっちゃったとかいうこととかもあったりとかしたんですけどね今だったら僕ねこうやりたいことこうなんていうのかな 毎日さウォーキングしてるじゃないですか毎朝、まあ、今僕の中で「あ散歩って言ってるんですけどね朝歩くからねお散歩じゃなくて「あ散歩ぽ」ね、えー、これね、あのね、ー、歩いた距離移動距離でねこうその歩いた距離をどんどんこう地図の上に線を引いていく。でその だいたい1日でだいたいそうだな10キロとか15キロぐらい歩くんですけどねその歩いた距離プラスあの、まあ、車で移動したり、まあ、新幹線で移動したり、まあ、ました飛行機で移動したりってすることもあったりとかするんでねその1日のこう移動距離をねこう何て言うの海岸線沿いに沿ってずっとこう線を引いていくわけですよ。えー、線の色を変えながらね でここに来たらここだったらおいしいものどんなものがあるのかなとか調べたりとかしてねそれをこう表にしてこうまとめてみるみたいなことをねやろうかななんてもしそういう宿題があったら誰が喜ぶんだって思ったりとかもしますけどねそういうことをやってねいろいろ調べたりとかするのもね楽しかったりとかするんでねそういうのできたらいいななんて、えー、思ったりとかもしたんですが皆さんはですねどんな自由研究 やってみたいなと思ってらっしゃるんでしょうか、ねえー。おメールの方、発表させていただきたいと思います。えー、ラジオデームナオさん。こよくん、スタッフさん、こんばんは。こんばんは。 お忙しい中、いつも楽しい時間をありがとうございます。いやー、大丈夫ですよ。こちらも楽しんでますんでね。えー、今日は、祥く君の53回目の誕生日ですね。あ、これは8月の1日にいただいたおメールですかね。おめでとうございます。当時、男組は誕生日プレゼントを渡したり、ご飯をご馳走したり、お誕生日をお祝いしあったりしていたのでしょうか。していませんでした。<laughs> すいません「おめでとう」ぐらいはあったけどね大概ほら一緒にライブでツアー回ったりとかしてたからねえまあ「おめでとう」は言ったけどねえ「ご馳走するよ」とか「ね、じゃプレゼント」とかいうのはなかなか記憶にないな、うん、やってないなもらったかもしれないけど僕があげた記憶がない悪い人だね。 まあまあそういうことあんまり習慣になかったんでしょうね、えー。今回のテーマですが、自由研究はとても嫌いで、毎年何をやっていいのかわからず、どんなことをやって提出していたのかも覚えていません。まあそうだよね。私は自由っていうのが結構苦手で、テーマが決まってる方が色々アイデアが浮かびます。なるほど、えー。ですので今回はおメールできないなと思っていたのですが、ありきたりかもしれませんが、二つ考えました。お、ありがとうございます。わざわざね。 このたために考えてくれたんですね1、えー、つ目は苗字の由来を調べるです方法自分の名字はもちろん男組メンバーの前田さん成田さん高橋さん岡本さんを調べてみるとか、うん、今ならパソコンですぐ調べられそうですが夏休み中楽しく勉強できそうだと思いましたうんまあ前田さんの名字はどうも簡単っぽいよね、えー、前に田んぼがあったんだろうねきっとね、えー 前に田んぼがあった家の子だから前田さんのような気がするけど違うのかな二 <laughs> つ目は方言について調べるです。うん。私は幼少期は神奈川県川崎市に住んでいました。ほうほうほう。小学校に入学する前に母の実家がある静岡県の中部地方に引っ越しました。20歳で東京に来たので10年しか静岡に住んでいませんが、しっかり静岡弁を話し、今でも実家に電話するときは静岡弁になります。 静岡弁って「ずら」とか言うのかな「そうずら」とかそういうのが静岡弁だったような気もしますがえ静岡の方言も東部中部西部地方で微妙に違いもあるみたいです地元の方言を研究してみるのも面白いかもと思いました <laughs>、えー、今の東京の生活では一応標準語で話していると思いますがあるものだけは静岡弁になりますほうほうそれはノートとかに線を引く時に使う定規のこと えー、静岡では千匹と言いますあ。物差し。定規、物差し。千匹。千匹って、うん、言ったことはあるような気がするけど、静岡弁なんだね。へすぐごくたまに静岡で定規を使うとき、千匹、あ、定規ありますかって必ず言い直します。でも、何それって言われたことがないので、東京では千匹が通じると思っています。いや、通じるでしょ。これ多分、日本全国通じるんじゃない えーえー、話も、それ、長くなってしまい、申し訳ありません。全然大丈夫ですよ。えー、毎日暑いですし、コロナの感染者も増えてきました。小洋くんもお体気をつけてお仕事頑張ってください。ずっと応援してます。ありがとうございます。ねえ、じあのさ、あの方言っていうか、あの、なんかほら、いろいろその土地に行くと、なま、鉛っていうんですかあるじゃないですか。うん。それ、なんかね、僕聞いた話なんだけどね、東京かな 東京の中心にコンパスを置いて、それで円を書くと、その円のところの、円、円、円、なんつうの、円周が重なるところの人の、こう、なりが、ほぼ同じだ、みたいな。うん。だから、東北の、例えば青森の人と、そ,その、東京から青森に、こう、コンパスで、 え、長さで、それで円を書くと、その円周のところの人たちに住んでいる人のなまり方が、なんかすごい似てる。ほぼ同じようなイントネーションで喋るっていうふうに聞いたことがありますけどね。うん。だから、あれこの人、ここの地方の人なのかななんと思って聞くと、全然反対側の方の人だったっていうこともえあったりとかしましたけどね。はい。では続いて えー、ラジオネーム、キャンさん。うん。コウさん、こんばんは。さて、今回のお題である、私の自由研究ですが、子供の頃は理科が弱かったし、夏休みの宿題が一番嫌いでした。あー、なるほどね。でも、かなり年を重ねた今、もしやってみたい自由研究があるとしたら、もちろん、工場見学ですね。あー、いいね。楽しいよね。 物が出来上がるまでの経緯にものすごく興味があります。わかります。コロナ禍になる前は頻繁にキリンビール工場へ見学に行ってビールが出来上がるまでを学んできたつもりです。死因が一番の目当てというのもありましたが、<laughs> そうだよねえ。ビールだけでなくお菓子や醤油工場の見学も行ってみたいなと考えていました。醤油工場は小学校の時に遠足で千葉県の銚子市へ行ってそれ、それっきり、あとは他社のビール工場も見学行きたかったです。 そんな矢先にコロナのせいで工場見学行けなくなってしまいました。涙。早くコロナが収まって、また工場見学ができることを願っている今日この頃であります。えー、紅葉さんは工場見学行かれたことありますかそれでは、まだまだ猛暑が続いていますが、くれぐれもお体には気をつけてラジオを楽しませてくださいね。ということなんですが。工場見学ね、なんかね、あの、番組とかでね、ロケでいろんなとこ行きましたよ。 なんかすごい、あなんか白衣着せられて、帽子かぶらされて、マスクつけらされてね、えー、その工場の中入るとかね、それ何の工場だったかがちょっといまいち覚えてないんですが、結構いろいろ行きましたね。醤油工場、あのー、ほら、千葉のさ、野田だっけあそことか行くとすっごい醤油、もう街が醤油の匂いするとこあるよね。 うん、でも工場ってこうできる過程とか見るのってやっぱ楽しいよなうん行きたいな工場見学そうねビール工場行くとビールいただけるんだよねシーンでねあとワイナリーとかねシーンでまあ僕はワインあんまり得意じゃないんですけど行ってみたいのはあのスコットランドとかのさ、えー、ウイスキーの 上流所上流所っていうのかなそういうとこ行ってみたら、で、樽買いとかしてみたいね。これをちょっとこの樽くださいみたいな。そんな風に思ったりとかする日もあったりとかするんですけどね。えー、続いて、ラジオネーム、カワウソ。カワウソさんね。コヨさん、こんばんは。 いつも楽しいラジオありがとうございます。前回の暑さ吹き飛ぶノリノリな配信に元気をもらい、また頑張れています、えー。今回のお題ですが、我が家では毎年子供たちの自由研究にアドバイスが必須だったので、かっこ過保護すぎでしょうかいや、そんなことないんじゃないですか、えー、自由研究に嫌悪感を持っていました。なのでお題を聞いたときは、卒業して解放されたのに、えーってなりました。ですが、私の自由研究として考えてみたら、意外と面白そうなことに気づきました。ほうほう,ほう。まずは、我が家には、 はからめという植物を株分けして育てています。ほうほう,ほうその名の通り、葉っぱから芽が出るので、葉を切って水につけておくと、葉っぱの端っこから芽を出します。 この間は落ちた葉からも芽が出ていて繁殖力にびっくりしました。あ植物って強いもんね。その葉から芽にも花が咲くことを知りました。調べてみると花を咲かせるには、えー、日照時間を減らすために箱をかぶせたりと大変そうなので、開花研究が面白そうです。ああなるほど。他にはいつも挫折してしまうダイエットをどうすれば長続きできるようになるか。いろいろな方法を実践して研究してみるとか、えー、米高の成長記録なんかも面白そうです。うん なるほど、えー。暑さが厳しくコロナ感染者数も爆発していますが、体調に気をつけて乗り切りましょうってね。いや、このダイエットのやつって色々あるもんね。全部長く続かない。ような気がする。ダイエット器具とかも買った時だけやるの。ね、だから本当に楽勝でね、できるっていうのがあったら、多分みんなやるんだろうと思うんだけどね。 そういういのを誰か本当に絶対楽ですこれっていうのをね、まあ、や楽して痩せられることなんてないと思うんですがねそういうのを誰かがこう発見してくれたらいいななんて思ったりとかしますがあーえっとね、あのー、まだまだね、えー、いっぱいおメールいただいてるんですけれども。 えー、ちょっと時間が僕が前半喋りすぎたせいですかね、えー、これがねあのー、最後のおメールになります、えー、ラジオネームみきさんこどちゃんこんばんはいつも元気の出る楽しいラジオ配信をくださりありがとうございますお,お久しぶりにおメールさせていただきますありがとうございます今回のおテーマ私の自由研究ですが私は コピ族の人形カチーナドール作りをしてみたいです。 愛用ああ性のすむかちいなでってね、そういう歌だったね、確かね。えー、男組のアルバム6でなしに入っているホピーピープルは、こうよちゃんのピュアな歌声が歌詞の世界観にぴったりで大好きな曲の一つ。パッパッパピープホッピーってあれもホピ族のことを歌った、ね、歌ですからね、よく聴いていますということです。えー、当時は歌詞を聴いてもその意味がわからなかったのですが、大人になりネットで調べると、今でも古代から変わらず地球の自然と共に暮らしている 民族がいることを知りました、うん。ホピ族が作るカチーナドールは一つ一つがとても自由で個性的かわいいなと思いました。ほうほうほう本来はホぴ族の方しか作れないのかもしれませんが私の妄想自由研究は男組の4人とファンのみんなで一緒にホピ族の村へ遊びに行くホピ族の方たちに作り方を教えてもらいながらオリジナルカチ,ュカチーナドールを作るというものです。はぁねえ いいですね、えー、その後は夕暮れの中みんなで焚き火を囲んで歌を歌ったりいやー最高ですね <laughs> 自由研究の枠をはみ出してここまで妄想してしまいましたすみませんいや全然いいんですよ、えー、関西も猛暑日が続いているようですが夏バテ熱中症に気をつけながら毎日元気にお過ごしくださいねあ散歩もお気をつけてっていうことでねおまけ紅葉カチーナドールを描いてみましたキャップがポイントですああ何かかわいい絵がね えー、書いていただいて。これを、これは使っていいんだよね。手書きだからね。うん。ああ、そうですか。ありがとうございます。ということでね。いや、焚き火を囲んで、キャンプファイヤーだね、もうね。フォークダンスを踊ったりとか。しないか、そんなの。うん いやあ、でもね、そう、みんないろいろやっぱりね、ねあるんだね。あるじゃん、こう、自由研究、こんなの人、人大人になってから考えるとね、いろいろアイディア浮かぶんだけど、子供の時ってなかなかね、そういうアイディア浮かばないからね。だからやっぱり大人の人がね、えー、お子さんたちにはね、ちゃんとこう、アドバイスとしてね、こんなのやったらどう、あんなのやったらどうっていうね、えー、もちろんそれを、あの、親がやるんじゃなくてね。 子供が興味を持つようなこと、こういうふうにやったら分かりやすいんじゃないのみたいなそういうねアドバイスはもうたくさんしていただきたいなって思ったりします。 えー、ということでですね、えー、今日もですね長々とお話をしてしまいましたがですね皆さん最後までお付き合いいただきましてありがとうございます、えー、次回の放送もですねもう来週中にはできるんじゃないかななんていうふうに思ったりとかもしておりますねえー、先ほども言いましたがあいにくね今年の、えー、24日はですね、えー、ちょっと私が 仕事が入ってしまってるためですね生、生での配信というのはね、どうも難しいということになっておりますが、ねまあ、通常通りの放送は、えー、その前後ね、ね近辺にあったりとかもしますんでね、えー、また、えー、そちらの方も聞いていただけたらと思いますが、えー、次回の、次回のテーマ、ね。 次回何しようかもう夏シリーズでずっと続いてるけど、まだまだ夏だからね。えー、どうしような、何がいいかなテーマ、テーマが思いつかねえ。そうですね。えー、これもね、前もやりましたけど、去年も確かやりました。ね。でも今年もまたやらせていただこうかなと思います。えー、私の、 恐怖体験じゃ,じゃーんねもう夏といえばねもちろんあ海だったりとかプールだったりとかそういうね涼しいところに行くという話もありますが、えー、これも欠かせませんね恐怖体験怖かった体験ねそんなこともうだからこれ第3弾目になるのかな去年も確か2週にわたってお送りさせていただいたと思うそんな記憶があるんでね、えー、私の恐怖体験第3弾 ね、別にあの怖い話って言ってもねあの何そのお化け系とか、ね、そういう怖い話じゃなくてもいいですからね、えー、なんか熊に襲われたとかさいや熊に襲われるってなかなかそういうシチュエーションってないな、うん、でもとにかくなんかうわ本当にビビったっていうね まあ、もちろん怖い話でもいいですけどね、これ聞いてる人がね、怖い話になったら、こう、ボリュームを下げてもらったりとかしたら、えー、できるんじゃないかな、なんて思ったりとかし,もしますんでね、えー、もちろんそっち系の怖い話でもいいですし、えー、ね、本当にちょっとほっこりしちゃう、え、それはちょっと怖かったねって、こう、こっちが笑いながら突っ込めるような内容のものでもいいんでですね、えー、そのようなおメールがありましたら、お待ちしております。ということでですね、本日も最後までありがとうございました。 また次回お会いしましょうそれではおやすみなさーい